1200年前、中国、栄華を極めた大唐帝国の根幹を揺るがした大乱の中心に、渓谷の美女と呼ばれた女がいた。天下的一切都是他的。可从今往后，我们就要是夫妻了。取り巻く世界のすべてから惜しみない愛を受けた女、楊貴妃。その天性はやがて中国全土を燃え上がらせる炎となって立ち上る。父皇不可提起杨国忠，举荐安禄山为三镇节度使。大唐总共500,000兵力，安禄山一人就手握200,000。出去！杨国忠误国，论律当诛九族。圧倒的スケールで描く中国当代皇妃楊貴妃の一大叙事詩。最も愛の近くにいた女の悲しくも美しい物語。